片付いたよ。どうした？ダメ！離れて！仮面側、仮面の主、押さえつけた。あの人、あなたは？は、いいか！そう、同僚と勝利。ならば。しかし勝利！そう。バカ野郎が！思い出した。抑圧する今まではできると信じた。仮面の力は、暴走が、離れろと言った。おいおい。あ。心配？当たり前！心配だ。頼んだ覚えはないわ。私はあなたたちを傷つけてまで、一緒にいたいとは思わない。おいおい。大きな声を出したって、無駄に疲れるだけよ。彼らはまっすぐだ。心配の言葉も、嘘ではない。もしかして、この人たちと一緒にいたから。だから、あの忌まわしい帝国兵時代に言われた言葉も、まっすぐに受け止められたの。なあなあ。しかし、本当にバカね。バカばっかり。こんな危険を冒してまで、私を助ける必要、あるのかしら。嬉しい。ありがとう。それだけのことを口にするのが、こんなに難しいなんて。あ、ん？行きましょう。不思議なものね。感謝の言葉をかけようだなんて、以前の私なら考えもしなかった。